感染力が強いはしかの感染者が浜松市で確認されました。県内では今年初の感染確認です。はしかの感染が確認されたのは浜松市に住む30代の男性です。浜松市保健所によりますと、30代の男性は今月2日に海外から帰国した後、8日に発熱、体に発疹などが現れ、昨日はしかと診断されました。県内では今年初、浜松市では4年ぶりの感染確認です。はしかの感染力は季節性インフルエンザの10倍とも言われ、空気感染するためマスクや手洗いでは感染を防ぐことが難しいとされています。30代の男性は公共交通機関などの利用はなく、接触者も特定されているということです。保健所ははしかが疑われる発疹や発熱などがあった場合は、必ず電話などで連絡した後、できる限り公共交通機関を使わず病院で受診するよう呼びかけています。